夢ラジオ第2175回、今日は令和2年5月8日金曜日です。時刻は午前6時半、横浜港北、金曜の朝が来ました。東に面した窓、太陽が昇り始めましたね。空は雲が薄くかかったけれどブルースカイです。東に面した窓ですから港がよく見えますね。ランドマークタワー、朝日を受けてキラキラしていますよ。マンション前の森ではウグイス鳴き始め、そして緑もますます濃くなっていく5月です。さて、夢ラジオ2175回目、今回はワンポイント英熟語 No more A than B 取り上げます。 No more A than B。 熟語表現はいろいろあるけれど、英語にね、けれどこの比較表現こそがやっぱ最大のハードルですよ。仮定法とか関係代名詞というのは、まあ文法規則なんですよ。けれどこの比較表現の熟語というのは、もう規則関係なく、どうしてそんな意味になるんですかと考えてもしょうがないところなので、まあさっさと慣れちゃおうと。で、頭に入れて早くこういう作業からは抜け出し、そしてその比較表現を使いながら読んだり書いたり聞いたり、もっとできるようになれば話したりする。土台といえば土台です。さて、ノーモア A than B、初級または中級の段階では B の方から訳し始めましょう。上級になってくると、ノーモア A ザン B というのはね、語順通りに訳そうという、そういう方針から A 前の方から訳すということが可能になってきますが、まだ定着しきっていない初級または中級の段階では B の方から訳しましょうね。ノーモア A ザン B。 B と同様に A でない、あるいは B でないのと同様に A でない、どっちでもいいですよ。同じことだから B と同様に A でない、まあこれは一番シンプルですね。ただし B でないのと同様に A でない、つまりノーモア A ザン B は否定語なんですよ。否定表現というか、何度も言いますが B の方から訳しましょうね。太郎 can no more speak Chinese than his father。 太郎 can no more speak Chinese than his father。 で、 B の方から訳すわけですから、太郎はと、まあ主語全部やった後、太郎はで B のとこ行くわけ。彼の父と同様に中国語は話せない、あるいは彼の父が話せないのと同様に中国語は話せない、まあどっちでも同じことでしょ。後ろでないのと同様に前でない、 B でないのと同様に A でない。
こんなんどうですかね。ホエールはクジラね。Whale is no more fish. Whale is no more fish than a horses. A whale is no more fish than a horses. わかります？これ。クジラは、で、ホース馬ですから、馬と同様に魚じゃない。こういう感じで、ノーモア A ザン B っていうのは B と同様に A でない、または B でないのと同様に A でない。ちょっと定着しましたか？そしてこのノーモア A ザン B を学ぶんだったら、すかさず、まあ、反対語のノーレス A ザン B に移っておきましょう。ノーレス A ザン B です。ノーモア A ザン B が B と同様に A でないんだとしたら、ノーレス A ザン B は B と同様に A だとなります。大丈夫ですか？ B と同様に A だ。肯定表現なんですよ、ノーレス A ザン B はね。まあ簡単な例で言うと、メアリー is no less beautiful than her mother. メアリー is no less beautiful than her mother. メアリーは彼女の母と同様に美しい。まあ、どっちも綺麗よっていう言い方ですね。メアリー is no less beautiful than her mother. 他にノーレスですよね。Japan is no less a rich country than the United States. Japan is no less a rich country than the United States. 日本はアメリカと同様に豊かな国だ。おさらいで、 No more A than B。 B と同様に A でない。反対の表現で、ノーレス A ザン B。 B と同様に A だ。そしてね、受験の参考書には後ろに「ザン」がついた形で書いてあるし、実際の読解問題においても「ザン」が出てきておりますから、まあさっきから A ザン B という言い方をしていますが、慣れてきたらですね、実は A ザン B なんか言わない方が本当は分かりやすいんですよ。つまり、No more だけ、No less だけ、A とか B とか言わない。ただ、これだと、ちょっと短すぎてむしろ覚えにくく、まあ、ですから、まあ、初級、中級の段階では A ざん B くっつけるわけですね。ところが、本当に慣れてきて、もう上級だなっていうんだったら、No more だけでいいんですよ。あるいはノーレスだけでいいんです。そしてノーモアは同様にない。こうね、ノーモアは同様にない。ですから、あ、そうかと。ノーモアはアズウェルで言い換えられるよね。あ、逆か。ノーレスがアズウェルか。失礼しました。じゃあ、そのアズウェルちょっと聞かなかったことにしてね。はい、もう一回。ノーモアは同様にない。ね、ノーモアは同様にない。これだけなんですよ。だから、さっきの例で言うと、Taro can no more speak Chinese で止めてもいいんですよ。Taro can no more speak Chinese。で、これでね、太郎も中国語は話せないと。で、ノーレスの場合、これも同様にだっていいわけですね。ノーレスの場合も同様にだ。で、さっき言ってたアズエルはこのノーレスとイコールに見えてくるはずだ。これが言いたかったんですね。言う場所を間違えてしまいました。ノーレスってアズエルと一緒ですよねと言えるんだったら、もうそれだけで、ああ、上級言ってるんですねってことですよ。だから、例えば Mary is no less beautiful、 これ止めてもいいですよ。Mary is no less beautiful、 これで Mary は同様に美しい。もう誰とは、さっきの会話で出てたからもうわかる。こういう感じでね。ここで止めても良いのですが、もうちょっと踏み込んでおきますよ。先ほどからノーモア A ザン B、またはノーレス A ザン B というふうに、ザンが離れた形のものを
ご紹介していますよね。大事でしたよ。ところが実は「ノーモアザン」とくっつくものもあるんですよ。「ノーレスザン」とくっつくものもあるんですよ。この場合は AB ということではなくて、 AB が出てくるんじゃなくて、ノーモアザン何々という形になります。一方、ノーレスザン何々という方になりますね。これも大丈夫ですか？さっと言えますか？ノーモアザンは何々だけ、オンリーです。ノーモアザンは何々だけ、オンリーです。ですから I have no more than 1000 yen。 I have no more than 1000 yen。 1000円しか持ってない、こんな感じね。 I have only 1000 yen と一緒なんですよ。どうしてノーモアザンがオンリーと一緒なのか、これは聞いてもしょうがない話ですから、もう聞かないことにしましょう。一方で、ノーレスザン何々もあります。ノーレスザン何々、これは何々も多くまでくっつけて覚えた方がいいと思う。何々もだけで止めると、ノーレスザンってオールソーと一緒かみたいな、とんちんかんな理解になってしまいますね。何々も多く、ノーレスザンです。ですから例えば、ノーレスザン、何がいいかな、ノーレスザン5000 people came to our school festival。 ノーレスザン5000 people came to our school festival。 5000人も多くの人々が私たちの学園祭にやってきた。で、このノーレスザンっていうのは、ノーフュアーザンと言っても構いません。No fewer than 5,000 people。 あ、全然平気ですよ。でね、厳密に言えば、リトルが数えられない、で、few が数えられる。だからさっきの no less than っていうのも、 5,000 people という複数形の前に置くのはちょっとおかしいんじゃないか。まあ、英語の先生の立場ならそうおっしゃる人いるかもしれませんね。それは私も同意しますけど、このノーレスザンはもうイディオムなので、もう加算の前に使ってることも多いようですよ。だからノーレスザン5000ピープルは平気です。で、そこら辺をごちゃごちゃお話しするよりは、それよりはノーレスザンって何々も多くって意味ですよっていうふうに、こっちまず学んだ方がいいと思う。ノーレスザン5000ピープル。まあ、気になるんだったら No fewer than 5000 people と言っとけば、それは完璧ですね。そして、何々も多くというのは As many as でも言い換えられるはずですから、As many as 5000 people came to our school festival。 このように言っても構わないですね。No more と than が離れたら、そして No more と than がくっついたらという感じで意味が変わり、それぞれあんまり関係がなさそうなので、いちいちマスターしていかなきゃいけない。大変なんだけど、ここを乗り切らないと上級の扉は開けない。 No more A than B。 B と同様に A でない。 No less A than B。 B と同様に A だ。しかも慣れてくれば No more 単独で同様にない、 No less 単独で同様にだ。もう一丁、ノーモアザンとくっつく場合は、何々だけ、オンリーですね。ノーレスザンとくっつく場合は、何々も多く、as many as であったり、as much as であったりします。夢ラジオ第2175回、今回はワンポイント英熟語、ノーモア A ザン B 取り上げました。1回でちょっとマスターできなかったという諸君、もう一回聞いてみてください。金曜の朝です。